皆さんこんにちは。54宿の和井田民夫です。本年の5月24日父が87歳で亡くなりました。本日は父の入信以来から臨終を迎えるまでにいただいた功徳の体験を発表させていただきます。私は昭和53年高校3年生の時に入信しました。入信する以前の私には家庭不和と経済苦という大きな悩みがありました。私の父は大酒飲みで飲むと酒乱となり、仕事にも行かず、母や私に考えられないほどの暴力を振るっていたのです。まだ私が母のお腹にいる時、母は階段の上から落とされ、息が止まるかと思うほどの激痛をこらえ、裸足のまま必死で逃げ出したそうです。その頃父は創価学会を通じて入信していましたが、全く言行もせず、ご本尊様を放置しておりました。母は熱心ではないものの、学会員として活動していました。私が小学生の時、父はストーブに乗せてあったやかんを母に投げつけ、母は熱湯をかぶって膝下に重度のやけどを負ってしまいました。それは肉が剥がれてしまうほどの重傷で、当時同居していた母の弟があまりの恐ろしさに父を殺してしまおうかと思ったとのことでした。また私が中学生の頃、母は些細なことで怒り出した父に殴られ、前歯を折られてしまったり、肩を踏みつけられて骨にひびが入り、私が自転車に乗せて病院へ連れて行ったこともありました。私が高校1年生の時に妹が生まれましたが、父は働かないどころか妹のミルク代もお酒に変えてしまい、私は高校の授業料と生活費を稼ぐためアルバイトをする毎日でした。授業中に父が学校に電話をしてきて、先生からお母さんが家を出て行ってしまい、小さい妹さんが一人だけなので早く家に帰りなさいと言われ、泣きながら帰ったことが何度もありました。2歳の妹を連れて部活の合宿に参加したこともありました。このような時に当時交際中だった主人が私を釈服してくれたのです。しかし私は信心の話をされても、宗教でこの状態が変わるはずがないと思って頑なに断るだけで、全く話を聞こうともせず嫌っていました。しかし正しい仏法を嫌って人生が良くなるはずはありません。家庭の中はますますひどい状態になっていったのです。父は親戚や他人の名前を使って数多くのサラ金業者からお金を借りてしまい、借金が雪だるま式に増えていきました。玄関先に闇金業者が張り込んでいたために、学校に行けなかったり、ドアに取り立ての張り紙をされ、親戚や近所にまで闇金業者が脅しに入り、大勢の方に迷惑をかけてしまいました。闇金業者は学校帰りの私を待ち伏せ、怪しい仕事を進めてきたこともありました。母も私も父に対する憎しみが増すばかりで、離婚して母子家庭で生きていこうと話し合いましたが、仕返しで何をされるかわからないとの恐怖で何もできず、いっそのこと父を殺してしまおうかとさえ思っていました。母からは、もし自分がお父さんを殺してしまったら、お前は親戚の家に行きなさいと言われ、返す言葉がなかったことを覚えています。母はノイローゼ気味となって
2階から飛び降りようとし、それを私が必死に止めたこともありました。母も私も精神的にも肉体的にも限界に来ており、もうどうすることもできない状態まで追い詰められていたのです。そんな中、主人が諦めずに釈迦し続けてくれたおかげで、ようやく信心の話を聞くことができ、この状態が変わるならと思って、昭和53年6月ご受戒を受けて入信することができたのです。最初に釈迦されてから1年半が経過していました。初心者である私から家の状態を聞いた大草高等は大変心配してくださり、この宿業を打破して両親を救うには身の回りの人を7人釈迦して両親に正しい信心をするよう勧め、それでも聞いてもらえなかったらさらに7人釈迦してまた進めていきましょうと指導してくださいました。決意した私は同級生をどんどん釈迦していき、時には男子生徒に呼び出され、嫌がる人に信心を勧めるなと言われましたが、私の自由ですからと言い切って釈迦を進めました。そのように釈迦を進めていくと、母が1ヶ月後に学会を辞めて入校し、父は4ヶ月後に入校することができました。入校当初は心配して高等が家まで来てくださった時、父は大変申し訳ないことに高等に閉めちまうぞと言って絡んだこともありました。しかしその後勤行を始めたところ、父は考えられないほど変わっていったのです。父はお酒を飲むと必ず暴力を振るっていたのですが、次第に暴力を振るわなくなり、飲んでもすぐに寝てしまうようになりました。さらに驚いたことに、それまで母や私にしてきたことを謝るようになり、仕事も一生懸命するようになってくれたのです。さらにその後一緒にお登山する中で、父はお登山すると仕事が次々に入ってくる、すごいと言って家に来る職人さんや母の兄弟を釈迦するようになっていきました。私にもご本尊様のご加護は厳然と現れました。私は高校での欠席が多かったため卒業が危ぶまれましたが、先生の計らいで卒業することができたばかりか、夜間の短期大学に推薦してもらえ、昼間働く会社の寮に入ることができました。その中でも釈迦を進め、共に信心していく同志に出会うことができました。現在の伊藤美代子幹事、浅香陽子班長、浅香俊一幹事、本間節子さんなど、その時に入信した人たちです。こうしてどんどん釈迦を進めると、いろいろな妨害も起きてきましたが、それを乗り越えて信心に励んでいったところ、ご本尊様の功徳はさらに増大していきました。入信7年目にして、父がお酒を全く飲めなくなり、長年苦しんできた経済苦の頑強をようやく断ち切ることができたのです。以来父は病気も乗り越えて元気に働き、我が家にはかつては考えてもみなかった一家和楽の生活が訪れました。それから30年、両親はご本尊様のご加護をいただいて過ごしてきましたが、今から3年前、父が84歳の時、食道がんと下咽頭がんが発見されました。高齢のためリスクも大きいので、手術は行わず放射線治療を行うことになりました。
この時ありがたくも総本山よりご皮膚を頂戴し服させていただくと、放射線治療中にもかかわらず体調も安定してきて食欲も出てきました。その上医師からは、関さんは放射線治療がよく効いてますね、宝くじに当たったみたいですね、家族や周りの環境にもとても恵まれていますねと言われました。そしてがんも半分の大きさに縮小するという功徳をいただいたのです。こうして健康を取り戻した父は、腰の悪い母に代わってスーパーまで買い物に行くようになり、母に対しても日々感謝の言葉をかけていました。買ってきたおかずは美味しくない、お前のご飯が一番美味しいですよ、今日も一日生きていられるのはお前のおかげですというのです。信心をする以前、母に暴力を振るい罵倒するなどしていた父からは、想像もつかない言動に、母はまるで人が変わったみたいだような気持ちだと戸惑っていたものの、父ががんの治療を受けてからは専属の看護師さんのように日々の体調管理に気を配り、献身的にサポートしていきました。大聖人様は、脳とは蘇生の義なり、蘇生と申すはよみがえる義なりと仰せですが、本当に崩壊してしまっていた夫婦や家族の関係がよみがえり、一緒にさまざまな困難を乗り越え、思いやり支え合って生きられるようになったことは、ご本尊様の功徳以外何者でもありません。そしてこのご本尊様の大功徳の前に、どうしても入信できずにいた叔父が入信することができました。この叔父は、私が小学生の時に短い期間我が家に住んでおり、その時目の前で姉である私の母が父から凄まじい暴力を受けているのを見ただけでなく、自分の名義で勝手に借金をされた挙句、自己破産までさせられたため、本当に父を憎んでおりました。しかしご本尊様の功徳としか思えない不思議な形で、叔父との借金問題を解決することができ、昨年晴れてご受戒を受けることができたのです。叔父以外にも、以前は父を憎み死んでほしいと言っていた親戚が何人もいましたが、今では兄弟の中で父が一番幸せだなと言われ、羨ましいとまで言われるようになりました。本当にご本尊様の功徳なくしてはありえないことです。こうしてお題目を唱え、釈服をし、登山参詣と仏道修行に喜んで励んでいた父も、徐々に体力が衰えていき、今年3月血圧低下が見られて、一旦入院した後は食事も取れなくなり、水分摂取のみで毎日を過ごすようになりました。にもかかわらず、トイレや着替えなどは普段通りに自分で行い、ベッドで横になることもほとんどなく、できる限りの時間お題目を唱えていました。訪問看護師さんから入院を勧められたりもしましたが、コロナウイルスが流行する中で入院してしまえば面会もできなくなり、万が一の場合には臨終を一人で迎えることになってしまうと思い、願わくばこのまま自宅でご本尊様の前で看取らせてほしいと思いました。また私は一つ気がかりなことがありました。東川支部長より
お父さんの臨終が間近に迫っているのですから、臨終の時にお題目を唱えることにより、大聖人様がお迎えに来てくださることをお父さんにもお話ししておいた方がいいですよ、とのお話をお聞きしていたのですが、果たして臨終の話を父が受け止められるのかと考えると、なかなか話せずにいました。しかし父が臨終を迎える3日前の夜中、起きていた父に向かい、思い切って臨終の時にお題目を唱えれば大聖人が迎えに来てくださり、醍醐本尊様のところに行けるんだよ、と話すことができました。すると父は、そうか、いつか家族も同じ場所に来れるんだなぁと言って、安心した表情で合唱していました。そして3日後の5月24日臨終の日を迎えたのです。その日はウェブ座談会の日で、父は意識がはっきりしない状態でしたが、私、母、娘の大滝幸男班長、孫と一緒に参加していました。そして座談会の最後に、大草高等と一緒に皆でお題目参照をして、間もなく父は大きく一度息をして臨終を迎えたのです。私たちは驚きながらも4人でお題目を唱え、父の耳元で大聖人様がお迎えに来てくださいますよと伝えました。父は最後、心からお慕いしていた高等とともにお題目参照し、本当に安心して行ったのだと思います。医学では人が亡くなると遺体は死後硬直を起こし、時間とともに死斑が出て、皮膚はどす黒い色に変色し、腐敗臭が出るとされていますが、仏法においてはその人が本当に成仏した場合は死後硬直も起こらずに、遺体が柔らかく色白のきれいな肌となって、匂い一つ出ないと説かれています。そして事実、父の顔は白く半眼半躯の前奏でした。黒目はやや下を向き、口もわずかに開いて、いつも昼寝をしていた時と同じような表情でした。盲看士の方が着替えさせてくれたのですが、おじいちゃまが自分で着替えるかのように動いてくれたので、短時間で済みましたと、肘も肩も硬直することなく柔らかであったと言っていました。娘も柔らかで色もきれいで、死斑も全く出ていなかったと言って驚いていました。当日、東川支部長、大滝部長、松浦幹事、羽賀幹事や地区の班長さんも駆けつけてくれたのですが、父の表情を見て、真っ白で半眼半躯のきれいな前奏ですね、写真を撮っておいた方がいいですよと言ってくださいました。その時の画像がこれです。葬儀にはありがたくも李強坊より小川正豪御尊師が埼玉県草加市まで来られて同志を務めてくださり、また多くの同志が参列してくださいました。振り返ってみますと、父の臨終に向けて本当にご本尊様のご加護を実感いたしました。コロナウイルスの影響で会合をオンライン配信していただいたことによって、父はいつも以上に多くの会合に参加させていただくことができました。本来なら寝たきりでもおかしくない父が、5月には本部講習会、定例班長会、お香にも身を乗り出すように参加していました。
また訪問看護師で来てくれた看護師さんを嘱託したり、父親なりに精一杯桁業にも取り組んでいました。これらの功徳によって父は無事に成仏でき、ご本尊様に記入することができたのだと思います。また昔を思い起こしてみると、入信前の我が家は来る日も来る日も毎日が生き地獄のようでした。しかしこのご本尊様に巡り合い、同志先輩に支えられ、家族で信仰を続けてくる中で、父も私たちも本当にご本尊様に助けていただきました。そして子供、孫、ひ孫たちと家族皆でお題目を唱え、父を送り出すことができました。このかけがえのないご恩を忘れず、ご本尊様にお返しできるよう一生涯精進してまいります。ありがとうございました。